こんにちは、アミチクラボのゆみです。久しぶりに、ゲートと、針を購入したので紹介しようと思います。まずは、ゲートから岡田屋さんで買ってきました。なんていうメーカーかがちょっとわかんないんです。買ったことあるんですけど読めないんですよ。フィルダーかなのフィルロリータという糸です。1玉 50g で 310m の糸です。 47% アクリルの 33% ポリエステルの、なんだろう、 10% ちょっとわかんないけどウールって書いてあるから多分ウールですよね。で、あと 10% ポリアミドナイロンが入ってるみたいです。で、このメーカーの糸はなんかいつもこのランドリーマークがついていて洗濯しやすいっぽいです。どうやら、メイドインルーマニアの糸ですね。でね、なんかねちょっと変わった糸なんですよ。すごいね、あのサンプルが編んだものがね飾ってあったんですけど、すごく可愛くて、よっ、こういう感じで、ブルーから蛍光ピンクみたいな色がうっすら入った白っぽいモヘアみたいな感じの糸なんですけど、一応サンプル、違うな、一応編み図もいただいてきて、で、これはね、本当は3玉必要な編み図なんですけど、ギリギリ2玉でも編めそうなので、とりあえず2玉だけ買ってきました。で、ちょっとこの、これを参考にトップダウンで首元から編んでみようかなと思っています。でね、ゲージがね、15目20段ぐらいっていうことなので、結構あの、この編み図でも12号の針を使ってザクザクと編んでいく感じなので、あっという間に編めそうな気がします。なんか前回、英文パターンのモヘアのカーディガンを編んでから、なんかこのモヘアの糸で編むのがすごく楽しかったので、また買ってみました。ちょっと変わった糸で、あんまり他のお店で見たことがない糸だったので、見た瞬間にこれと思って飛びつきました。で、これを2玉。あ、ちなみにね、お値段がね、高かったんですよ、これ。1玉1200円したから、2玉で2400円もしたんだけど、まあ、2玉でセーターが編めるなら、まあいいかと。最近全然糸買ってなかったからっていう言い訳で買いました。そして、続きまして、こちら。じゃん。大好きなキンキ編み針さんの、23センチになる切り替え輪針です。なんとね、針が5センチなんですよ。よいしょ、もうなくしてしまいそうなほど小さいですけど、針の長さが5センチで、コードの長さは13センチ。針は、例えば40センチ用のコードとかにこの5センチの針をつけることはできるけど、この13センチのコードは、5センチの針しかつけられないです。まあ、接続することができても編めないんですよね。他の長い針につなげたところで。はい。これがあれば、セーターの袖口とか、マジックループじゃないとちょっと編みづらかったところも、輪で編むのに、時間がスピーディーに編めるかなと思って買いました。まあ、あんまり細い靴下用の23センチの針は持ってるので、キンキ編み針の場合って、ここのコードの太さが3種類あって、まあ、細いものと中ぐらいのものと太いもので分かれてるんですけど、その中ぐらいのコードで使える針を4本
4サイズ買いました。5号から5、6、7、8の4サイズです。これだけあれば、まあ、大抵のセーターの袖口は編めるかなと思って、まあ、もちろんすごく太い針で編む作品とかもあるんですけど、まあ、太いのはね、あっという間に編めるからそんなに苦痛じゃないんですけど、あんまり太い糸じゃないやつってやっぱり段数がすごく多くなるから、こう快適に楽に編める道具があると、まあ、途中でくじけずに編めそうかなと思って買いました。トップダウンでセーターを編んでると、やっぱり袖もぐるぐる輪で編んでいく形になるので、いつも最後の方の細くなってきた時にマジックループとか4本針とかで編まなきゃいけないのがちょっとめんどくさかったんですよね。減らし目とかをするとなおさら、ちょっとめんどくさかったので、ちょっとこれからはこれを使って、効率化を図りたいと思います。ただキンキャンユバリさんの針はこの10センチ用のこういうケースしかないので、これをどうやってこの小さい針をなくさないように保管するのかをちょっと考えないといけないなっていう感じですね。一応こういうこの細かい、セリアさんのこういうクリアホルダーみたいなやつに靴下用のセットは入れているので、まあ、この辺を使ってうまいこと収納しようと思います。やっぱり使いたい時にさって取り出せるような収納にしないと使わなくなっちゃったりとかね、使うのめんどくさくなるので、ちょっと考えてみようと思います。というわけで今日は変わった糸と変わった針を購入しましたので、紹介してみました。このチャンネルでは編み物に関するレビューや作品の紹介をしています。ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。